レストランケーナーではこの夏ジェラートの販売をしています。バイオパークで販売してます。おすすめはですね、このサボテンの塩ミルクの方ですねをおすすめします。園内で採れたサボテンをですね、ろ過して絞ってこういう風な綺麗な色にピンク色に仕上げました。栗ジェラートは昨年秋に園内で収穫した栗で風味が楽しめるテイストに仕上げました。さつまいもジェラートは長崎金時芋を使用した癖のないあっさり系の味です。みかんジェラートは一番人気の原口わせを使った甘く酸味が両方楽しめるジェラートです。パッションフルーツジェラートはトロピカルフルーツの中でもパッションフルーツは果物の中で香りの王様と言われています。香りと甘酸っぱい食感が最高です。醤油キャラメルジェラートは幻と言われている西海市江ノ島産醤油とキャラメルで薄茶色に仕上がった変わり種、風味や口当たりがとても調和のとれた一品です。皆さん、バイオパークの夏ならではの味をどうぞ楽しんでくださいね。